東京学芸大学。1949年、昭和24年に、それまでの東京府立の東京府主犯学校や、東京府女子主犯学校から派生した4つの、師範学校、東京第一師範学校、同女子部、東京第二師範学校、同女子部、東京第三師範学校、東京青年師範学校を母体に統合してできた、大学である。 全国の教員養成機関は、それまでの市販学校、ノーマルスクールから、米国のリベラルアーツカレッジに習って大学に昇格したため、それを日本語に訳した学芸大学、学芸学部を名乗っていたが、1966年、昭和41年の法律の改正により、より大学の性格を明瞭化した教育大学、教育学部へと一斉に解消した。しかし、 都内には東京教育大学、現、筑波大学が、すでに存在していたため、大学名、東京学芸大学はそのままで、学芸学部を、教育学部に、学芸専攻課を、教育専攻課、1988年、昭和63年を廃止に変更するにとどまった。また、同年には、大学院教育学研究科、修士課程が設置された。 1988年に、それまでの幼稚園、小学校、中学校、高等学校などの教員を養成する教育系に加えて、教員免許上の取得を必須としない、教養系、いわゆるゼロ面家庭が発足した。これにより幼、小、中、高の教員だけでなく、多様な方面へも人材を排出している。1996年、 平成8年には、本学、埼玉大学、千葉大学、横浜国立大学の教育学部、教育人間科学部及び教育学研究科からなる、東京学芸大学大学院、連合学校教育学研究科が設置された。これは、兵庫教育大学大学院、連合学校教育学研究科、兵庫教育大学、上越教育大学、鳴門教育大学、 岡山大学と共に国内で初めて教員養成系大学、学部に設置された博士課程である。教育学の実践研究及び教育実習を行う機関として、付属幼稚園1園、2園舎、付属小学校4校、付属中学校3校、付属高等学校1校、付属国際中等教育学校1校、付属特別支援学校1校、 合計12の付属学校、園を併設している。獅子座と太陽のコロナをデザインしたものである。学生か、若草も揺るでも歌われている。このマークは2009年、平成21年の創立60周年にあたり、正式な交渉として認定された。太陽と鳥をモチーフにした大学のフィロソフィーである、教育への情熱値の創造を象徴するデザイン。 単一学部ではあるが、1988年の大幅な改組では、従来通りの教員養成を目的とする教育系と幅広い分野で活躍する人材育成を目指す教養系が設置された。2015年の改組では、教員養成を目的とする学校教育系と教育現場の様々なニーズに応えうる人材の育成を目指す教育支援系に再編された。 学校教育系、教育系は、教員免許上の取得が、卒業要件となっているが、教育支援系、教養系は、教員免許上の取得が、卒業要件とはなっていない。卒業時に授与される学位は、2014年以前の入学生の場合、教育系が、学士、教育、教養系が、学士、教養。2015年以降の入学生は、すべて、 学士、教育。大学院修士課程では、通常は修士、教育学であるが、所定の手続きを経ると修士、学術とすることができる。博士課程では、博士、教育学、または博士、学術が授与される。学内における教育研究以外にも、各研究分野の特徴を活かした公開講座、講習会が一般向けに開かれており、 司書教育講習や発達障害相談なども言っている。文部科学省からの働きかけにより、2018年度をもって大学院教育学研究科、修士課程は事実上廃止に近い形で大幅に縮小され、代わって2019年度より教育学研究科、教職大学院が拡充される。現職教員向けのサロンとしての重要な役割が期待されている。 以下は、東京学芸大学教育学部運営規定による、1997年10月から、以下の5国立大学の間で、単位互換制度を実施している。いずれも、多摩地区にある大学であり、地理的に近く、単位互換など、教育援助システムを確立している。大学院博士課程を設置する概算要求が、出たのは、修士課程設置から8年後の1974年。 昭和49年のことである。1992年12月に、連合大学院構想をまとめる。一課の大学の教育学部、教育人間科学部及び教育学研究科、修士課程を母体として構成される、連合大学院、東京学芸大学大学院、連合学校教育学研究科、博士課程が1996年、平成8年4月設置された。 2017年6月、国立大学法人評価委員会は、重大な改善事項があると指摘し、初めて最低評価を下した。付属高校において、いじめが発生していたが、いじめ防止対策推進法に基づく、重大事態もかかわらず文部科学省への報告を怠ったことを主因としている。2017年9月、就活を妨害するなど、 アカデミックハラスメント行為を繰り返したとして、50代の男性教授を8月30日付で、輸出解雇処分にし、9月11日に辞職した。被害を受けた学生は、精神疾患を発症し、働くことが困難となっている。2017年11月、東京学芸大は、教育学部の40代の准教授が、研究室に所属していた複数の学生に、 ハラスメント行為を繰り返したとして22日から停職3ヶ月の懲戒処分にしたと発表した。准教授は2014年7月から2016年8月の約2年間で指導していた男女複数の学生に対し週末を含めて毎日のようにメールなどを送り交際相手がいるのかなどプライベートに関することを切り深夜や早朝に通信機器を使って 研究指導を行ったりしたほか、自分の研究プロジェクトの管理業務を無報酬で学生にさせた。さらに、海外出張の際、女子学生に自分のホテルの部屋に荷物を置くよう指示し、夜間に荷物を取りに来させたり、研究室にいた学生を退出させ、室内で女子職員の体に触ったりした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。